白雪姫の物語よりはるか昔、知られざるもう一つの物語が生まれていた。鏡よ鏡、魔法の鏡、この世で一番美しいのは誰？あなたです、女王様。しかし今だけだ。あなたの妹の子供は女王様より美しく育つ。だが子供を傷つけてはならない。その子供を失えば妹は禁断の魔力に目覚めるだろう。悲しみで心を閉ざした妹は恐ろしい氷の女王となり、失った子供の代わりに強力な軍隊を育てた。敵を倒せ。私のために命を捧げよ。いい腕だ。誰よりも強いけど、誰よりも哀れな可愛い妹。お姉様黙って。あら生意気ね。魔法の鏡があれば世界は私たちのものよ。あの鏡は危険すぎる。破壊する。一緒に。もしかして私たちだけで女王軍と戦う気？そんな感じだ。覚悟はいいかしら？いいぞ。私は誰よりも強い。私たちでしょう。スノーホワイト、氷の王国、禁断の物語が明かされる。